宮本武さん。日本共産党の宮本武です。 NHK のすべての放送番組がインターネット配信されることは国民の要望に応えるものであり、我が党は決して反対ではありません。しかし本法案は NHK のネット配信の必須業務化にあたって、同時配信や見逃し配信だけでなく、番組関連情報の配信も新たに必須業務に加えた上で、その実施状況を NHK が総務大臣に報告する制度を導入し、それを受けて総務大臣が NHK に対する勧告や命令までできるという極めて重大な内容を持つものであります。それにしても、そもそもこの制度の導入をこんなに急ぐ理由が私には分かりません。インターネット環境の整備が進むにつれて、2020年にはついにネット視聴時間がテレビ視聴時間を超え、確かに若い世代を中心にテレビを持たない人も増えてまいりました。国民の間にはスマホやパソコンの普及に合わせて受信契約を広げ、受信料収入を増やすために法改正するのではないかといった不安の声もございます。そこでまず、これも局長に確認するんですが、今回の法改正で NHK の番組をインターネットでも同時配信することを NHK の必須業務にするのは、受信契約を広げ受信料収入を増やすために行うのですか。小笠原情報流通行政局長。お答え申し上げます。午前中ちょっと説明とちょっと重複して恐縮でございますが、今回の法案の背景といたしまして、ちょっと今委員のご指摘にもありましたとおり、放送をめぐり視聴環境、特にインターネットを通じて情報を入手するという方がちょっと非常に増えている、その結果インターネットと放送の視聴時間というのが逆転していると、そういうちょっと背景があったことということに加えて、それによって情報空間が非常に拡大しているということに加えて、偽誤情報で、そして放送の信頼性 この役割の期待、こういったものが非常に大きくなっている。でさらに加えて午前中でもご指摘をいただきました諸外国の状況、そういったことを踏まえ、ちょっと令和3年のちょっと11月から、検討会でご議論いただき、そして、今回インターネット必須業務化ということの必要性をご提案を受けいただき、その内容を踏まえて、ちょっと今回の法案をご提案させていただいているという経緯でございます。宮本武さん。あまり問いに答えずに別のことをおっしゃったんですが、私はこれはお金をたくさん集めるために受信契約を広げるためにやるんですかということを聞いたんですね。でこれまで受信契約の締結義務が生じる対象としては、長く協会の放送を受信することができる受信設備を設置したものとこうなっておりました。今回インターネット業務の必須化とともに特定必要的配信の受信を開始したものも受信契約の締結義務の対象となります。この仕組み導入はあくまで受信機を設置していないものが自ら ID 登録のような手続きをした上で開始したものとなると理解をしております。しかしこの法案についての情報が広がる中で、先ほどこれもありましたけどね、インターネットにつながるスマホやパソコンであれば受信契約を結ばなくてはならないのかという疑問の声も聞こえてまいります。局長、端的に法案に言う特定必要的配信の受信を介したものとはどのようなものを言いますか。小笠原局長。お尋ねの部分でございますが、本法案におきまして前提としておりますのは、ID やパスワードの取得入力など、通信端末機器の一定の操作等を経て、NHK が必須業務として行う放送番組との配信の受信を開始したものというものを、受信契約の締結義務の対象としているところでございます。従いまして、スマートフォン PC 等、通信端末を保有しているだけで、契約義務が発生することはないというところであります。宮本武さん。それは当然なんですね。だが以前に強引な営業が問題になった際、スマホを持っているだけでワンセグがつながると言って、意図しない契約を求められたことが問題となったこともありました。誤解に基づく強引な契約締結は国民の信頼を失う結果となります。地デジ移行の時期にはアンテナやテレビの環境が変わり、集合住宅などで衛星放送の
意図しない受信が生じるということもかつてございました。でこの法案ではインターネット業務は原則実施となりますけれども、当面、衛星放送は除くことが想定されております。地上波契約と思っていたら衛星放送もやがて必須業務となった途端に契約変更を求められるというようなことにはなりませんでしょうか。小笠原局長。ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、受信契約の締結義務の発生ということの要件として、NHK の放送を受信することのできる環境と同等の受信環境になるための能動的な行為ということを要件としているところでございます。従いまして、衛星放送の放送番組等のインターネット配信の受信ということに関しましても、端末上の操作等により受信できる環境を自ら作るという能動的な行為ということが必要となるというふうに考えております。宮本岳さん。もちろん解約の仕組みもきちんと示さなくてはなりません。原理的にはネット上で ID 登録を解除すれば NHK の側はすぐに確実に分かるということに今後はなると思うんですね。しかし ID 登録を削除解除しているにもかかわらず契約が続くというようなことが、発生すれば到底国民視聴者の理解は得られないと思うんです。 ID 登録を解除すれば特定必要的配信の受信はできなくなるのでありますから、条文に照らせば受信契約はそこで終了し受信料の徴収もそこでストップするのは当然だと思います。これも間違いないですね。原理的に小笠原局長。ご指摘の点でございますが、NHK の放送を受信することのできる環境はあるものと、同等の受信環境にあるとは言えないというそういう状態になったときには契約締結義務はなくなるということになります。今ご指摘の、NHK から発行されたインターネット配信サービスを利用するための ID の登録を取り消した場合ということなどは、この一例として考えられるということでございます。委員長。宮本岳さん。受信料をめぐっては国民の間にも不信は多いんですね。ここまで確認してきたようなことを丁寧に説明徹底することは不可欠だと思います。 NHK 自身はもちろん総務省としても法律内容を周知していくべきだと考えますが、どのような対処を考えておられますか。小笠原局長。今ご指摘いただきました件、どういったあそこで能動的な行為があって初めて、そういった通信端末について受信契約の義務の対象となるというこの点についてでございますが、これまでもこの点については法律の説明ということを関係者の方々説明する際にも、これちょっとあえて強調してきたところでもございますし、当然ながら、ちょっと NHK さんもこれからこの旨もきちんと丁寧に説明していただきたいとも思いますし、また当然ながらちょっと法案の所管として総務省としてもこの点はもうちょっと可能な機会を捉えて丁寧にご説明していきたいというふうに考えております。宮本岳さん。国民の信頼なくして NHK は成り立ちません。ここまでの答弁を聞く限り強引な受信契約拡大と受信料増収が目的ではなさそうであります。この前2024年度の NHK 予算の国会承認審議を行いましたけれども、 NHK の受信料に関しては引き下げが進められている、このことを見てもですね、今すぐ何かしなければ経営破綻するというようなことはないと思うんですね。では法案のこの一つ一つの中身を聞いていきたいと思うんです。本法案は NHK のネット配信の必須業務化にあたって放送の同時配信や見逃し配信とともに番組関連情報の配信というものを必須業務にいたします。NHK はこれまでも任意の業務として現行20条2項2号に定める理解の増進に資する情報、いわゆる理解増進情報のネット配信を行ってまいりました。まず確認するんですけれども、この理解増進情報の配信と今回新たに必須業務に加える番組関連情報のネット配信は同じものなのか、それとも違うものなのか、局長いかがですか。小笠原局長。お答え申し上げます。
番組関連情報につきましては、本法案においては放送番組と密接な関連を有する情報であって、放送番組の編集上必要な資料により構成されるものというふうに定義をされております。まあ、それから理解増進情報というのは、まさに放送番組のちょっと理解を増進するためにちょっと必要な情報という趣旨が、ちょっと法案に記載されているわけでございますが、まあ、ちょっといずれにいたしましても、公共放送としてのその NHK の役割、すなわち必要かつ、国民内での共有されるべき情報ということを基本的に国民にきちんとお伝えしていくこと、まあ、そこの点については NHK さんもこれまでも行ってきておられますし、これから今後とも、この法案成立した暁にもそういった役割を果たしていただいているというふうに考えております。まあ、こういった必要な情報をきちんとお届けしていくということについては、これはこの理解増進情報あるいは番組関連情報ということ、いずれにおいてもちょっと変わるものではございません。まあ、したがってちょっと法案ということにつきましては、まあ、今の定義の差で、それから今法案で定めました定めの手続きということの差が出てまいりますが、まあ、それについてのちょっと必要性ということについては、まあこの前提となる有識者会議のご議論の後においた、そこで指摘された必要性ということに基づいて、まあ、措置をさせていただいているものでございます。宮本武さん。 NHK がネット業務をどの範囲で実施するかは、公共放送として国民の利益を最大限に保障する方向で検討すべきものであります。ところが改正案20条の4では、番組関連情報の配信の業務を行うにあたって NHK は番組関連情報配信業務の実施に関する規定を定めて、これを総務大臣に届け出なければならないとされております。そして20条の4の2項には、その業務規定の内容が3項目にわたって列挙され、次の各号のいずれにも適合するものでなければならないと定めております。言うまでもなく、放送法3条は、放送番組は法律に定める権限に基づく場合でなければ何人からも干渉され、または規律されることがないと放送番組編集の自由を定めております。そもそも NHK がネット業務をどの範囲で実施するかは、公共放送として国民の利益を最大限に保障する方向で自らが決めるべき、こういうことではないんですか、局長。小笠原局長。まず今ご指摘いただいた点につきまして、ご指摘の放送法24条の第5項から7項までにまで規定する措置ということについて、今ちょっとご指摘言及がありましたところでございますが、この措置の基本的な考え方については、まあ NHK の今委員会もおっしゃいました自主性を最大限尊重しつつ、まあしかしながら放送法の今回の法案が、まあ NHK に求める要件ということに適合すること、まあ、これを確保するために、まあ、慎重な要件手続きの下で、まあ、ちょっと一定の行政措置ということを講ずるという、そういった仕組みを取っているものでございます。まあ、具体的に申し上げれば、本法はまず NHK の放送番組関連情報配信業務について、この要件ということを3つ定めておりますが、この要件を踏まえました業務規定の作成、その規定に従った業務の実施で、そしてその業務の実施状況の定期的な評価、あるいはこれを踏まえた業務規定の必要な変更、まあ、こういった基本的なプロセスにつきましては NHK の判断と責任ということに、まあ、委ねるということにしているところでございます。で、一方まあ、これまでのちょっと議論の過程で、まあ、他の放送事業者との公正な競争の確保等々の支障に生じない というような観点の、やはり放送法に、まあ、今回案に定められた要件に適合するということをちょっと確保するということをちょっと確保するということの必要性も指摘されたところでございます。で、従いまして、その確保の、まあ、手段ということで、まあ、今回、まあ、電波管理士計画の諮問答申を経て、まあ、あくまで必要に応じてということでございますが、まあ、変更の勧告や命令を可能というする趣味にしているところでございます。宮本武さん。いや、そこなんですよね。私が問題にしたのは、20条の4の2項に、まあ、列挙された今もおっしゃった番組関連情報の配信の業務にあたっての3つの業務過程の内容、まあ、1つ目は公衆の要望を満たすということでありますけれども、その後にですね、わざわざ必要かつ十分なものであることと、まあ、書かれておりますね。まあ、必要かつ十分なものであるという言い方は、つまり公衆の要望を満たす上で足りないものが一つでもあってはならない、また余計なものも一つでもあってはならないというふうに読めるわけでありますけれども、こんなことまで指図するんですか。
小笠原局長。はい、お答え申し上げます。今ご指摘のありました適合要件の部分についてでございますが、これは業務規定の内容が全体として適合しているということを求めるものでありまして、その業務規定に従って配信される個々の番組関連情報の内容が適合しているということを求めるものではございません。この点は午前中当委員会におけるご議論においても説明させていただいた通りでございます。従いまして、先ほど申し上げましたような NHK の自主性ということをちょっと一応尊重した上でのプロセスということでございますので、それに従ったちょっとご提案ということをさせていただいているところでございます。宮本武さん。いやいや、そこが問題になるわけですね。当該業務規定に従った番組関連情報配信業務の実施により、全国向けまたは地方向けに他の放送事業者、その他の事業者が実施する配信の事業、その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること、これは3号になるんですけれども、3つ目にはこれが上がってますね。つまり公正な競争の確保、すなわち民業圧迫にならないかどうかということをこれまた要件に挙げております。つまりこれまでも理解増進情報の配信などもやってきたんですよ、すでに NHK、任意ですけどね。でその時にはこのような規定は放送法にはありませんでした。この公正な競争の確保、すなわち民業圧迫にならないかどうか、これを要件として放送法に書き込むというようなことは、これは初めてのことですね。間違いないですね。小笠原局長。今委員ご指摘の、ちょっと今回の法案で、新たにこの創設しているプロセスであるということはその通りでございます。でしかしながら、その背景としては、放送法のこの制度の前提の趣旨から始まるちょっと議論というのがございまして、午前中に申し上げましたが、我が国この放送制度、広く受信料によって支えられる NHK と広告料収入によって支えられる民放と、それぞれが存在する二元体制と、それが双方が切磋琢磨することによって放送全体が発展してきたもの、こういった仕組みで今までの放送制度ということは運用されてまいりました。でこれも言い換えますと、この放送のこの二元体制ということを含むメディアの多元性ということを確保することで、放送番組ということを国民視聴者にお届けするという環境が整備されてきたということでございます。でそして今まさに委員ご指摘の通り、今現在 NHK がインターネットで番組を配信しているということ、これは実態として行われているわけでございますが、一方近年国民視聴者の多くがインターネットを主な情報入手手段として利用しつつあるなど、放送をめぐる視聴環境は急速に変化をしております。でインターネットの情報空間拡大と偽誤情報の問題ということも顕在しております。そういった背景のもとにちょっとご議論いただいた結果、有識者会議でのご提案をいただき、それをもとに今回のプロセスをご提案させていただいたことでございます。宮本武さん。インターネットが発展するにも従って放送をインターネットでも流してもらいたいと、これは有意あることでありまして、国民の、この、利便の、向上に役立つ、国民の要望に応えることになる、我が党は賛成だと言ってるわけですね。問題は番組関連情報というものを必須業務に入れるにはこのような基準まで定めて、こういう複雑な仕掛けを作らなければならないということになっているのがいかなることかということを申し上げているわけなんですよ。これまでですね、民業圧迫にならないように、あるいは、公正な競争の確保と、これまでも民法との二元体制だったとおっしゃるけれども、じゃあ放送法にそういう定めはこれまでありましたか、あるいはそれ以外でもそういった定めを掲げてやってきたんですか。小笠原局長。まさに委員おっしゃいます通り、ちょっと現在のこの放送法制度 ということが先ほどから申し上げておりますさまざまな環境変化ということの中で、どう考えていくべきかということをご議論いただ有識者会議の中でご議論いただいたわけであります。でそして今委員から再三やはり必須業務の範囲と
ということについて、まあ、放送番組 の同時配信および見逃しということを超えて、まあ、今回番組関連情報ということをその必須業務の範囲に入れているということについてはちょっと問題意識をご指摘をいただいております。やっぱりその論点についてでございますが、やはり有識者会議でもちょっとご議論はあったところでございます。でそしてその中でインターネットへと情報が広がる中で、まあ、この公共放送の役割ということを議論する過程で、まあ、例えば聴覚障害をお持ちの方々への文字情報の配信、あるいは、まあ、災害時などにおける迅速なプッシュ通知といった全ての国民視聴者に対し放送番組の内容をインターネット特性を生かして届けることの必要性ということが、まあ、ご指摘を受けているわけでございます。でそしてそういった議論の過程を経て、まあ、取りまとめにおきましても、まあ、そこの論点、つまり必須業務化の範囲をどこまでにするかと、要は放送番組の同時再送信およびそれから見逃しということを超えてどこまで入れるかということについては、この番組関連情報ということの必要性についてやはり NHK の設置趣旨に鑑み、国民の知る権利への奉仕という公的な側面を勘案すれば、民間放送事業者、新聞社、通信社のほか NHK を含めたさまざまな主体から視聴者が多元的に情報を受け取ることができる環境を整えることが望ましい、まあ、こういったご指摘を得ているところでございます。まあ、こういったご指摘も踏まえて、まあ、今回のご提案とさせていただいているところでございます。宮本武さん、いやいや今回の法案に盛り込んだようなことはこれまでなかったんですよね。今日は資料で配りましたが、これまでは理解増進情報についてはNHK インターネット活用業務実施基準の中に、まあ、競合事業者という言葉はございますという説明をいただきました。第39条ですよ。競合事業者または外部事業者から意見苦情等が寄せられたときは適切かつ速やかにこれを受け付けて対応するといたって当たり前のことを書いてございまして、これと今回のやつが同じなわけないんですね。で今回だからあれですよ、私は同時配信と見逃し配信をやり、それ以外にこれまでやってきたような、つまり今ここで紹介したような任意の必須業務でない、理解増進情報の提供、これを今まで通りやるっていうことに別に反対しませんよ。もちろん今のままでいいかどうかは改善の余地があるかも分かりませんが、ただこれに 番組関連情報というものを必須業務に入れてですね、それを入れるからにはこういう仕組みを作らねばならんというこの議論が本末転倒に思えて仕方がないのです。で内容は全く違うし、そもそもこのインターネット活用業務実施基準は総務大臣の認可を受けるものの NHK 自身が作成する自主的な基準なんです。一方今回の改正案の20条の4、2項、3号は法律に競合事業者との公正な競争の確保に支障が生じないようにせよなどと書き込むんですよね。そこで小笠原情報流通行政局長に聞きます。これはつまり今後は番組関連情報の配信業務に関して だけであるとはいえ、 NHK に対して競合事業者との公正な競争の確保に支障が生じないようにせよという制約を法律で押し付ける結果になります。これは放送法3条が定めてきた何人からも干渉されまた禁止されることがないという、放送の性格を歪めるものではありませんか。小笠原局長じゃあただいまの点につきまして、まず2点申し上げます。第1点であります。まずは NHK の実勢との関係でございますが、先ほどプロセスの点で申し上げましたとおり、今ご指摘のありました業務規定の作成で、そしてそれの公表で、それからそれ の実施状況の報告で、それからその変更等々、いずれもこれは NHK の実勢ということに委ねられているわけであります。でそして次の第2点で申し上げますが、ではその業務規定ということについて、じゃあどういうプロセスに乗っけて、まあ、その大臣 その勧告といったようなプロセスに乗っていくかということにつきましては、そのあくまでも、まあ、そういったその NHK の業務規定の内容あるいは実施状況について、まあ、その3号いつも公正競争のところについては、まあ、様々な方々の意見 といったようなことをもう踏まえて、まあ、必要があると判断した場合、しかもその場合には電波管理審議会といや新たな第三者機関の審議を経た上で総務大臣が判断するということであります。でさらに加えて申し上げますと、その総務大臣 の勧告の対象でありますが、そこのところは今委員がご指摘になりました個々の番組の内容ということに対象としているわけではなく、あくまでこの業務規定ということ全体ということに対するものということ、その点ちょっとご理解いただければと思います。宮本武さん、いやいやこれまでと全然違う仕組みが入るわけですよ。報告を
3年に1回、長くともですね、3年ごとに番組関連情報の配信業務の実施の状況について報告をさせる総務大臣ですね、これ義務付けております。その報告を受けたらですね、20条4の5項には総務大臣は何をすると書いてありますか。局長、小笠原局長。20条の4、第5項においては、総務大臣は第1項の規定による届け出または前項の規定による報告があったときは、業務規定の内容が第2項、第3項に適合しているかどうかについて、学識経験書および利害関係書の影響を聞かなければならないというふうに定めております。宮本武さん。これもね、驚くべきことですよ。公共放送たる NHK の業務について、利害関係者が影響を及ぼす規定が入っている。しかも意見を聞くのは総務大臣なんですよ。この NHK からの報告を総務大臣が受けて、総務大臣が利害関係者の意見を聴取するという仕組みは、この法改正の内容を検討してきた公共放送ワーキンググループの取りまとめにも一切なかったものですよね。私逐一読ませていただいたけれども、これですけれどもね、この公共放送のワーキンググループの取りまとめにない、この総務大臣がやるというものは一体どこで決めたんですか。局長。小笠原局長。はい、お尋ねのところにつきまして、議論の経緯についてご報告を申し上げます。今委員ご指摘になりました、総務大臣がその意見を聞くと、でその場についてのちょっとご議論でございますが、昨年の10月一旦研究から報告を頂戴した後、これも報告 の, ご提言に基づいて設置された会合でございますが、この具体的な競争評価の仕組みということについてご議論いただく場として、日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合ということが開催をされ、そこの中で検討を進めていただきました。でそこで、それではちょっとどういう場において要するに議論すべきかというところが議論されたわけでありますが、競争評価の仕組みについて、ワーキングの議論、つまりその去年の10月の時点では、例えばその電波管理審議会というような場も出ていたわけでありますが、この今申し上げた準備会合という場の中でちょっと改めてご議論がちょっとあった結果、やはりこれはもう業務規定ということについて議論することとなると、やはり電波管理審議会のようなこの放送事業者さんのような事業者さんが委員として参加できないという、そういったところで行うのではなくて、でやはり当事者が幅広い関係者が集まってその議論する場ということ、そこのところがやはり適当ではないかというちょっとご意見が出たところであります。そういったそのご議論も踏まえまして、今ちょっと読み上げさせていただきました仕組みということを提案させていただいているところでございます。宮本武さん。いやいや、この中では第三者機関括弧電波管理審議会等となってまして、等ともついているわけですね。問題意識は第三者機関でないとダメですよね、やっぱりと、こういう議論なわけですよ。総務大臣が直接、これを聞いてですね、勧告できたり変更を命令できるという、こういう項目を6項と7項に入れると、この仕組みは NHK と NHK 放送番組に対する総務大臣ひいては政権の介入につながりかねないものではないかと、そういう可能性が排除されていると言えますか。絶対にそういうことはありませんかね。小笠原局長。今ご指摘の点については午前中 の, 当委員会の議論でもちょっとご指摘を受けたところでだったと思います。あくまでその勧告命令の対象というのは、個々 の, その番組内容ないしは個々の番組関連情報の内容ということではなく、業務規定全体ということに対象であるということについて、ご説明をさせていただいたところでございます。でそれから今こういった勧告命令の仕組みというところが、どういったプロセスでこういったところに出てきたのかというちょっとご質問でございますが、先ほどちょっとご紹介申し上げました、日本放送協会のインターネット活用業務の評価に関する準備会合ということの中の検討ということを進めていただく中で、例えば競争評価の結果、NHK さんのこの業務規定等々その問題が仮に生じた場合、総務省において何らか対処する仕組みということが整備が必要ではないかというようなご意見ということがありました。でそして、確かに行政指導等々いろんな行政措置の手段はあるけれども、やはり
まあ、問題があった場合の是正手段ということについては、やはりさまざまちょっと検討が必要ではないかと、そういったご意見もいただいているところでございます。でしたがって、そういったご意見をちょっと踏まえまして、まあ、今般、まあ、総務大臣によるも勧告命令措置ということを含めたあの仕組みということを提案させていただいているところでございます。宮本岳志さん。時間が来ましたから終わらざるを得ないんですけどね。ダメですよ、それは。あなた方は、勧告やあるいは命令のときには電関心に諮るということを言うけれども、それはそんなことはほとんどないんです。これまで の理解増進情報でも勧告ってあるんですけど、やられたことは一回もないんです。3年に1回報告を取り、その報告は利害関係者に、まあ、見せてですね、意見を求めることは分かってるわけですから、 NHK はそこで勧告されたりあるいは命令されたりするような報告を上げないんです。あらかじめそういうことにならないような報告になってるんですよ。これが NHK に対する圧力になるということを私は申し上げてるんです。こういうやり方はきっぱり、やめるべきだということを申し上げて、私の質問を終わります。